どうもこんにちは、デジタルライトの根岸です。本日はですね、はい、こちらの iPhone の中にある動画をですね、はい、こちらのブルーレイ変換する方法ですね、そちらをご紹介したいと思います。こちらの、まあ、iPhone のデータをディスクにするものですね、 DVD への変換はですね前回紹介しているんですけども、今回は初めてのブルーレイですね。前回まで一応無料ソフト使ってやってたんですけども、今回はですね有料ソフトを使ってのものになります。で、今回使用する環境はこちらですね、パソコンは Mac、 そして、書き込みのソフトはトーストというものを使用します。はい、ではブルーレイにしていきたいと思います。手順で言うと、まずこの iPhone の中にあるデータをですね、まあ、パソコンに移します。で、移した後のデータを、まあ、先ほど言ったトーストっていうソフトを使って、まあ、ブルーレイ書き込むですね。で、今回はね、あのカメラで撮影した、まあ、動画なんですけど、まあ、それであれば、2種類、要は入れる方法があって、まあ、このケーブル USB でつないで、まあ、取り出す方法、そしてあのエアドロップですね、無線で送る方法があります。じゃ、まずエアドロップですね、それでやる方法をご紹介したいと思います。この写真ですね、ここを選択してもらってコピーしたい動画を選びます。今回はね、縦の動画と横の動画ですね、ちょっとそれも一緒に入れてみて、まあ、画角どうなるかっていうところも確認したいので、その2種類入れたいと思います。この2つ選択できたので、そしたらこの、左下の共有ですね、ここを押してもらうと、まあ、エアドロップっていう項目があるのでこれを押します。で、 Wi-Fi でこのパソコンもつないでいって、まあ、この状態であればですね、まあ、ここにパソコンが表示されると思うので、まあ、これをこのようにクリックすればですね、はい、パソコンの方にこんな感じで表示が出ますね。そしたらこれを受け入れるですね。で、ダウンロードで保存と。はい、そうすると今この2つのデータですね、問題なく、コピーされましたね。でね、エアドロップうまくいかない場合はだいたいこんな感じの原因があったりするので、この部分をですねちょっと確認してみてください。じゃあ次、このケーブルで移動する方法ですね。はい、今ケーブルで接続しました。で、 iPhone をオンにした状態ですね。これでのイメージキャプチャーですね、これを選択します。はい、そうすると今 iPhone がここに表示されてますね。で、これもね、あのうまくここに映らない場合は、このパソコンでこの iPhone が接続するのを許可してないとか、まあ、そこら辺の設定だと思うので、そこを確認してみてください。はい、でこんな感じでずらーっとこっちに出てきますね。で、ここでですね、まあ、ダウンロードしたい動画を選んで、まあ、このダウンロードをするんですけども、この全てをダウンロードにしてしまうと、この中にあるデータ全部ダウンロードしちゃうんですね。で、大量にあったりすると結構大変なことになっちゃうので、まあ、必ずここはその必要な分だけダウンロードした方がいいと思います。で、この読み込み先っていうところで保存する設定ですね、それを変えることができるので、まあ、そこを選んでやるようにしてください。では、写したデータをですねブルーレイに焼いていきたいと思います。はい、トーストですね、こちらを立ち上げます。はい、そうするとこんな感じの画面が開きます。これがホーム画面なんですけども、まあ、この上のタブの部分ですね、ここを選んでもらえればこんな感じで書き込み、コピー、変換、キャプチャー、編集、保護ですね、こんな感じの機能がついてます。で、このホームの部分で、まあ、今あるこの機能は要はピン止めですね、よく使う機能だったりをここから選んでピンで止めてる状態なんですよ。なので、もし消したい場合はこのピンを押してもらえればこんな感じで消すことができます。逆に、ピンを挿したい場合はここの機能を選んでピンですね、こう押すとホームにこんな感じでピン止めされます。はい、じゃあ今回だとこのブルーレイディスクに書き込むですね。今こんな感じでブルーレイスッと入れましたけど、本来これね、プラグインも別途必要です。単純にトーストのソフトを買っただけではブルーレイにできないので、別でプラグインですね、そちらもですね購入してインストールすることを忘れないようにしてください。そうすると、まあ、こんな感じの画面が出てきて、で、これがね、要はメニューですね。まあ、ディスクを入れた時に最初にこうサムネイルがあって、まあ、どこから再生するとか選んだりする画面があるじゃないですか。まあ、それを選べるところですね。まあ、こんな感じでテンプレートでね、かなりいろいろな種類ありますので、まあ、これはね、自分のまあ使いたいものを選んでいただければいいかなと思います。もし敵を刺したい場合は、例えばこのビートストリート、これにしたい場合は、これをぐーっとトラックに持ってって、こんな感じで上に乗せてあげれば反映されますね。で、ここでまあテキストを編集したりもできます。ここの画面を押すとこんな感じでプレビューもできますね。で、もしこのメニューがいらない場合は、ここのメニューを削除ってやつがあるので、これを選んでもらえればこんな感じでメニューがないシンプルなものになります。そしたらこの2つのデータですね、これをトントン、はい、今入れることができました。で、もし入れるデータ間違えたなっていう時は、このデリートボタンですね、これを押してもらえればこんな感じで消すことができます。でね、この動画編集することができます。なので編集を選んでもらえると、まあ、このように全体を見ることができますし、
インアウトですね、長さをこんな感じで短くしたりすることもできます。でね、動画の順番変えることもできます。この動画を掴んでぐーっと下げてもらえるとこんな感じで上にあったデータを下に移動することもできます。そしたら次こっちですね、タイトル、まあこれはあのディスク入れた時に表示される名前だったりですね、 iPhone ムービーとかにしておきましょうか。フォーマットはこの BDMV ってやつを選んでください。で、これが、保存先。いわゆるこのドライブを選択している状態ですね。で、この完了後にってやつは、まあ、この書き込みが終わった後にする動作を選択することができます。今回何もしないにしましょうか。はい。では、ディスクを入れて焼いていきたいと思います。そしたら、このトレイボタンですね。これを押すと、ドライブが開きますので、ここにディスクをセットします。今回ね、使うやつ、バーベタムの、25GB の、まあ、ブルーレイですね。そしたら、書き込みですね。はい、今こんな感じで書き込みが開始されました。今こんな感じでエンコードですね、これをして、まあ、もうちょっと 100% いくんですけども、この後に変換したデータを書き込むっていう工程に行くんですよ。なので何回かこのメーターですね、こんな感じで0に戻って100に行くっていうことを繰り返すので、必ずまあディスクができましたっていうまでは待つようにしてください。はい、書き込みが完了しましたね。そしたらこの取り出しですね。でちなみにね、このクラシックに切り替えるっていうものがあって、こうするとね、これね、前のバージョンのトーストのまあ表示なんですよ。前のトーストに慣れてる人のために、まあ、こんなボタンも一応ついてます。このコピー数選べたりするので、僕個人的にはこっちの方がやりやすいですね。でもしまあトーストですね、これデータ残しておきたいときは、まあ保存としておいてあげれば、まあこの今書き込んだデータの内容で保存しておくこともできます。頻繁に焼くようなものとかは、そんな感じで保存しておいてもいいかなと思います。じゃあこのプレイヤーで再生してみたいと思います。読み込んでますね。はい、こんな感じで無事再生できてますね。まあ BDMV っていう形式なので、もうメニューはなくいきなり映像から始まります。縦型の場合も比率しっかり守ったまま変換されてますね。なのでまあ iPhone で撮ったデータであれば、縦でも横でもそのままの映像でしっかり入れられますね。まあ、ブルーレイなので、あの HD の品質もそのままキープすることができます。なのでそこら辺がね、やっぱ DVD と違っていいところかなと思います。はい、iPhone からブルーレイの変換ですね。これでおしまいにしたいと思います。はい、実際にですね、ブルーレイの変換していきました。まあ、こんな感じで手順さえしっかり踏めば簡単にできるものです。ご自宅に環境がないであるとか、あとはこう面倒だなと思う方はですね、当店で代行することもできますので、お気軽にご相談いただけるとありがたいです。はい、というわけで今回ですね、こちらの iPhone の中にある映像をブルーレイ変換するお話でした。このお話が参考になったと思う方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。